Welcome back. We're going to the cafe. Is the cafe on the big one? No, it's second, third floor. Shut up, Sharita. Yeah, you better shut up. The music store. When the hell can we do the freaking, tournament again? Ah, cafe. Oh shit, what were they again? You again. What do you want this town? I think that's what some people who were playing this thing here. It's like, what do you want this town? Your friends. Okay, she probably like to go shopping. Where am I supposed to go? Oh, she's not here like she usually is. Why the hell I went this way? Where's her punk lit? Yeah, I'm crossing the street and. Bitch. Thank you.
Oh, she's so evil. Yeah, I thought about him too. It's like romantic, huh? Oh my goodness. She like, yeah, full of her tummy. That's more strange. Too much things. They're back there, they're like, yeah. So you know a lot of things about that type of stuff. Oh, does she mean online? Thank you.
That does sound delicious. ゾクソンド、クーロンド。いや、エデンにある全ての そこは、この電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された生活があったという。しかしそのアンダーゼロは、エデン発足と同時に接収されて情報制御を司る無人のサーバーとなり、今では世界最高レベルのセキュリティが施された単なる要害となってしまった。 アンダーゼロは我々の理想郷はエデン最古のサーバーヴァルハラサーバーの中にある。我々ハッカーの手で我々の理想郷を取り戻すんだ。エデンに新たな秩序をもたらすために、この監視と干渉に満ちた欺瞞だらけの自由を打破するために。 我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せアンダーゼロを。 うまいことやらはりましたな。熱の入った演説、なかなかのもんでしたわ。将来は立派な社長さんとすな。エデンを守るためなら、具にもつかない伝説だって利用する。どうけも喜ぶ僕がアンダーゼロに到達しさえすれば、何もかもやり直せる。 創設者が望んだ理想のエデンを僕の手で再現するんだ。夕ご飯の願いきっと叶いますえ。
バッチがどこまでも音もしまひょ。 Like, damn. Let's rewind things a bit. Ah, atashi, atashi. Ima hima? Hima da yo ne? Ah, hima shiteru to omotta. Hai, tadachi ni Eden Free Area ni shugou ne. Mochimono wa, so ne. Yaruki to Digimon e no check on the phones. Shut up. So we got that freedom area we just unlocked. ゴールデンマニアックスといえば、あの紙白絵の潜入に成功した腕利きハッカーのことだね。その通り。そんな猛烈ゴールデンマニアックスと私はマブダチをもしのぐ。ダブダチなわけよ。どう？我らリベリオンズの特訓相手に申し分ないでしょ。じゃあよろしく。猛烈。よっしゃ。最初は俺だ。行くぜ。 You don't really need any freaking air. Look how big that motherfucker is. Yeah, it's very unfair. It's not. ノキア、あの子さっきからすごく戸惑っているみたいだけど、このことちゃんと説明したのか？ゴールデンマニアックスっていうのはあの子の見た目から連想したニックネームで、ゴルマーニっていうのはそれをうまいこと短くした省略形で。そうじゃなくて、この特訓のことだよ。説明したわよね。 説明してない？やだもう先に言ってよ。君ってば全然喋。
実は君にバトルの腕を上げるための特訓に付き合ってほしかったんだ。強くなって悪いハッカーたちに立ち向かうためにね。それだけじゃないわ。この特訓の狙いはただ単純に強くなるためだけじゃない。デジモンとの絆を深め、友情を確かめ合うためのもの。言うなればこれは温泉卓球、カラオケオール、自宅ナベパのようなものなの。時として面倒なこのイベントをしっかりとこなせば、単純な強さを超えた真の力が手に入るはず。その力でハッカーにこき使われてるデジモンを助けて、エデンを人間とデジモンの理想郷的なものにするの。私たちリベリオンズはこれからラブラブデジモン絆大作戦の結婚を宣言する。この超絶的にいい感じな志のために特訓に付き合うのだ、ドルマニオ。出た、アッキードさんの勢いと熱さによって形作られた強引な寄り切り演説。津波のような勢いに翻弄されるのがだんだん楽しくなってくる。これがあなたはそれが君の理想か。そしてこのハッカーたちが君のチームというわけだ。何しに来たの。ザクソンのリーダー自らリベリオンズを潰す。君たちが僕らザクソンを脅かす存在なら、それも選択肢の一つになったかもしれないけど、その様子じゃ当分相手にする必要もなさそうだ。なんですって。私たちが全然まだまだだって言いたいわけ。何よ、その上から目線。なんならやってみる。私たちの力試してみる。まあ確かにこの前はあのフェイってやつに手も足も出なかったけど、バカにされて黙ってるわけには。でもノキア、こいつ悪いハッカーじゃないんじゃないかな。なんだかそんな気がする。君のデジモンはよく喋るな、ユーゴ。あんたもハッカーチームのリーダーならみんなに伝えてよ。デジモンはただのプログラムじゃないって。僕が今ハッカーたちに伝えなきゃいけないのはまた別のことだ。え？ノキア、僕はできることなら君たちと戦いたくない。僕のザクソンの邪魔をしないでくれ。待ちなさいよユーゴ。あなた何か企んでるわけ？ねえ、ちょっと！我々ハッカーの手で我々の理想郷を取り戻すんだ。我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せアンダーゼロ。あらあら、いい感じで動いてくれてるじゃない。あなたがいい具合に追い詰めてくれましたからね。あとは彼女がうまくやってくれるでしょう。彼らの達成感を満足させられるレベルにセキュリティのレベルを下げておきます。これでうまくゴールまでたどり着いてくれるはずです。さすがはアケビちゃん、作詞ね。けどよかった、あの子のこと追い詰めすぎて逆に心が折れちゃった彼らのような若者たちの情熱を刺激する権力からの圧力、家族の信頼、そして絶望こそ素晴らしいスパイスになる。若者は素晴らしい。鬱屈された社会からのフラストレーション。You may keep on cover over there, maybe under here. そこに
絶望という圧力が加われば加わるほどみずみずしい情熱へと昇華させることができるのです。眩しいですね、目がくらみますね。はあ、悪役っぽい雰囲気出ましたかね。私、あけみちゃんのそういうとこ好きよ。さてと、あとはあの子たちが思いっきり暴れてくれることを期待しましょう。私の手の上で。で、その特訓とやらね、結局朝まで付き合ってたってわけか。あいつに付き合ってたら時間がいくらあっても足りねえ。振り回されて痛い目見るなんて俺ならごめんだね。ああ、いたいた。おまけにあなたも。なんだよ、おまけかよ。ねえねえ、聞いた聞いた、ザクソンがアンダーゼロ攻略に乗り出したって話。そのことで随分騒がしくしてるみてえだな、ハッカーの連中は。あなた知ってたの？なんだか随分興味なさそうだけど。あ、はあ、聖地だ。バカバカしい、あんなのは古臭いサーバの中にある古臭いエリアってだけだぜ。けど聖地を取り戻すだとかなんとか言ってみんな目の色変えてるじゃん。現に私たちリベリオンズの中にも特訓の成果を見せるとか言って参加しようとしている人もいるし。リーダーがリーダーだからな、単細胞な連中が集まってるんだろう。ポキッ。ねえ、私たちもアンダーゼロに挑んでみない？力試しっていうか、そこに山があるから登るっていうか、壁があるからぶっ壊すみたいなさ。それにほら、せっかくテイマン集団を結成したけど、私たちの知名度はまだまだでしょ。ザクソンが目標にしてるアンダーゼロを私たちが突破したら、リベリオンズの知名度もうなぎ登り。 Oh god, why are you getting into their business? そしたら私たちの主張も。やめとけ。あそこはオタクラみたいな素人が到達できるような場所じゃねえ。帰り道に会うのがオチだ。素人とは何よ、私たちだってとっくに特訓を重ねてデラックス強くなったんだから。いいもん、私一人で行くもん。絶対ザクソンより先に攻略してやるんだから。Why don't she just leave that group alone? I mean, she's after the bad ones, ain't she? 放っておけよ。勝手に突っ走って痛い目見りゃいいんだ。うわ、もうちくしょう。仕方ねえ、追いかけるぞ。アンダーゼロはヤバすぎる場所なんだ。またあの時みたいになったら、とにかくノキアを追うんだ。俺はちょっくら仕込みをしてから行く。エデンで落ち合おうぜ。That too fast.
Oh my goodness, this girl's gonna drive me nuts. I'm like, why would you want to do something like that? I don't get that. That made her very annoying right here. I mean, I think people like her for her bruntness, but I don't like that.